チーズ、続きまして北のカナリアパーク。なんか映画で使われたらしいんだよね。なんか北のカナリアたちだか、ちょっと風強くて声何も聞こえなくなって後から入れてんだけど、なんか吉永小百合主演のなんか中村徹とか吉田恭平、宮崎あおい、調べたんだけど、あったらけ勝地涼、あのあっちゃんの元旦那さん、あと小池栄子とか、なんか結構有名どころなんだけど、なんか現地の人に聞いたけど、ね、思ったよりなんか流行んなかったみたいな。そんなに俺も初めて聞いて見たことないから、ま、ちょっとどんな、なんかあんまりちょっと見たいなと思わない、あんまり思わないぐらいの感じだったんだけど、これなんか文庫みたいな感じなのかな。まあ知ってたら話題になってるけどね、やっぱり理想と現実は違いますからね。そういうことよくありますから、僕も多々ありますからね。音楽にしても、え、こんな伸びなかったのみたいな。で結構ねナチュラルに抜いて出した動画とか、え、こんなに再生回数とかいっちゃうのみたいなのも結構ありますからね。まあそんな感じで、これね、ちょっと中は入れないんだけど、開けようとしたら入れないから、まあ寒いからね。もうそんな感じでちょっとちらーっと一周して、もうなんかカフェとかも当時あったらしいんだけど、今なんもないから、まあ、ただの草っぱらだよね。うん、これまた海ね、ただのこの草っぱら、この、寒い、草っぱら。もう言うこともなくなったわ。うん。草っぱら。うん。